実験大好き MNU です。今回の話題は西日本最古のアマチュア無線ショップ紹介させていただきます。開業昭和25年中野無線さん、時代の変化、日本橋の変化感じながら成長されたお店となっております。若店主、商品知識、説得力すごいです。たまに海外からのお客さんも来られております。その納得の理由についても説明させていただきます。若店主のアマチュア無線に対する意気込みについてもご紹介させていただければと思います。中野無線さん、場所は今回は2023年7月の下旬の下旬の土曜日に訪問させていただきました。ホームページはね、このような形、詳しくは概要欄の方にリンク先貼り付けておきます。定休日ですけど最近水曜日に変更となっております。お気をつけください。まあ、年末年始中心に臨時休業の可能性もあります。遠方から来られる方はね、必ず電話等でね、お店が開いているかどうか確認していただければと思います。場所の方なんですけどね、毎回紹介させていただいております。こっちの方がね、難波の駅で、こちらの方がね、恵比寿町になります。ちょうどね、このメイン通りのちょうど真ん中、この辺、まさにここなんですよ。まあ、日本橋っていうよりもね、でんでんタウンという方がね、昔ながらの名前じゃないかなと思うんですけどね、でんでんタウンのど真ん中、人通りがね、非常に多いところに面しております。店内紹介。まあ、入り口両端ともにね、たくさんのアンテナ、無線機等がね、展示されております。結構ね、アマチュア無線と言いましたらね、まず気になりますのがアンテナじゃないでしょうか。まあ、アンテナの方はね、店内につきましてはモービルホイップ、固定関係のね、GP がね、豊富に展示されております。あと必要なね、ケーブルとかオプション、その他諸々もね、用意されております。無線機の方もね、アンテナの方に接続されているそうです。必要があるようでしたらね、アンテナ切り替えながらね、検討できるような環境がね、用意されております。店内にない商品がね、あるようでしたら、ぜひともね、お声掛けしていただければね、倉庫の方から探していただけると思います。外国人間違い入店。まあ、ここね、関西の玄関口っていうんですか、関西国際空港からはちょっと離れてるんですけどね、各種の電車が必ずね、この難波駅周辺を通過すると。で、意外とね、ここ観光スポットっていうことで、私が訪問した時も9時ぐらいだったんですけどね、もう9時台からね、スーツケースをね、ガラ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 転がしたようなね、お客さんがね、この難波駅周辺にね、たくさんおられました。実際ね、でんでんタウン近くです。ここね、意外と海外からのお客さんも多数来られてると、もう下手するとね、半分ぐらい海外の人じゃないかなとね、思っちゃうような時もあります。お店のね、入り口にこのようなね、注意書きがあったんですよ。 Google さんのね、翻訳ソフト、スマホバージョンでしたらね、ここカメラにね、当てていただいたらね、それだけでもね、翻訳してくれると思います。スマホね、お持ちの方、この画面をね、少しスマホにね、透かしていただいたらね、簡単に翻訳してくれると思います。で、私もね、びっくりしたんですよ。当店はアマチュア無線機の専門店です。釣り具店ではありませんと、何とも言えないようなね、キャッチフレーズが書かれておりました。店内の商品をね、間違える方が結構多いそうなんですよ。素人の方がね、見ますと直感でモービルアンテナをね、釣り竿に見えちゃうようなんですよ。まあ、確かにそうですよね。こう、まっすぐしたものがね、たくさん店頭にあったら、普通の方はね、釣り道具店じゃないかなと思われるらしいんでね、そのためにね、あのような注意書き作られたそうです。外国人指名外。日本に訪問した機会ということで、アマチュア無線関係のね、用品をお土産としてね、ご購入のためにね、来られる方もね、そこそこおられるそうです。意外とね、私も聞いて驚いたんですよ。本物のダイヤモンド製のね、アンテナが欲しいって来られるらしいんですよ。もうちゃんとね、メーカー名とか型番も指名してね、ご購入希望っていう方が多いそうです。一番人気はね、ダイヤモンドさんのね、スーパーゲイナーシリーズ、もうこれがダントツだそうですね。特にヨーロッパの方がね、来られますとね、このアンテナをね、圧倒的にね、指名してご購入される方多いそうです。海外の方、特にヨーロッパの方が最近多いそうですね。ダイヤモンドさんのアンテナ、偽物結構流通してるらしいんですよ。ハムショップ行ってもね、偽物しかね、売ってないことが多いんでね、非常に現地の方が困っているそうです。で、日本の国内でもね、Amazon、もうこれはね、いろんな YouTube メーカーさんでもね、ご指摘されていると思うんですけどね、
アマゾンに関してはね、もうダイヤモンドさんのアンテナ無法地帯と化してると思います。日本国内でしたらね、間違いなく正規の代理店が取り扱っていると。正規だったらね、間違いなく本物が買えると。自分の欲しいアンテナのその型番の本物が欲しいということでね、指名買いをねされてる外国人の方がね意外と来店されるそうです。であと実際ね、いろんなアンテナがあります。あまりの種類の多さにテレビ電話機能を使いましてね、ローカル数局とね、このアンテナがないか、このアンテナ欲しいんだよってね物色されてるらしいんですよね。まあ店側もね結構大変とは言われてたんですけどね、ご購入される時には10本とかね、まあ20本近く買って帰られることもおられるんで、まあ逆に言うたらね、やはりお土産品として日本製のね本物のアンテナっていうのは人気があることを聞いてね驚いたような感じです。日本におりましたらね、為替レートって気にならないんですけどね、やっぱり海外の方が来られますとね、為替どうしても気になります。でやっぱりね、日本国内の価格っていうのはね安定してるんですけどね、当然為替計算しますね。自分らの着てる本国よりも安い無線機がものすごく多いそうなんですよ。やはり電卓でね計算して倍に売りましたらね、このようなね無線機をねかなり物色されているそうです。当然 UVHF 帯はね日本仕様です。なかなか送信できないようになってるんでね、これはねさすがに買って帰られる方っていうのはほとんどいないそうなんですけどね。 HF のね無線機っていうのはワールドワイドでもほぼ使えるっていうことでね、結構 HF の小型機 IC7300 前後の無線機っていうんですかね、あれぐらいのクラスの無線機っていうのはね時々海外の方が買って帰られるそうです。保証がね効かない問題とかね、アフターフォローがね非常に悪くなるっていうことはねお伝えしてるそうですけどね、やはりそれでもね買って帰る日本製の商品がね信用を受けて故障しないだろうっていうね裏付けでもあると思うんですけどね、意外とね説明してもね持って帰られるお客さんたまにおられるそうです。おすすめアンテナプラン、取材のためにね訪問させていただいてたんですけどね、その間にもね初めてアマチュア無線されるっていう方がね2名ほど来られておりました。店主のね思いとしてはね、 HF のねダイポールアンテナどうでしょうかみたいな形でアンテナマンズねダイポールアンテナおすすめされておりました。必ずね店の下にはね一通りのこういうダイポールアンテナ置かれているそうです。でやっぱりね詳しく説明していくんですよ。でただやっぱりね説明して言われるのが大きすぎると。まあ確かにそうですよね。 3.5 メガとかでしたらフルサイズのダイポールっていうのがね40メーターです。ダイポールアンテナおすすめしてもやっぱりねでかすぎるっていう意見が多いのはね承知の上でご提案はねダイポールアンテナからされているそうです。やっぱりこういう中でメーカーさんのアンテナの次のステップがないということで、お店側の方でもねロングワイヤーキットっていうのをねご準備されておりました。ものはこんな形です。店の端の方にね展示されております。基本的にはねこのようなパッケージング、無線機、チューナー、同軸ケーブル、エレメントとかカウンターポイズとか外資がセットになったようなものをねキットとして販売されていると。要は無線機一式でねお客様にご提供するような体制も捉えておりました。実際形がこういう形ですね。並べちゃいますとね無線機以外にも必要なものっていうのをねご提案されておりました。我が店主とねいろいろとお話しさせていただきました。長さがやっぱり正義っていうところはね、できるだけお客様にはね飛ぶアンテナをおすすめしたいと。アマチュア無線を楽しむために必要な要素っていうのはね電波が飛ぶっていうことがね結構重要だと思いますからね、この件はね必ずお客様にご提案してるそうです。あとはねやっぱりアンテナのサイズ感とか固定機がいいのかハンディ機がいいのか、まあとにかくねお客さんの要望を聞きながらいろいろなものをね、まあ、提案していくと。アマチュア無線のように非常に複雑怪奇な趣味の場合にはね積極的にね提案していくこともね重要だと言われておりました。お客さんのねやはり設置条件によってねこれでも設置できないっていう場合はねモービルホイップ重要っていうのがね最近非常に多いと言われておりました。モービルホイップにつきましてもねこのようなセンターローディングの比較的長いものから、あとはねマルチバンド対応のすごいやつ実際にお客様に見せながら提案していくと。モービルホイップって一括りにしましてもね実際いろんな種類があって飛びが全然違いますからね、まあこの辺もね必ずお客さんにご提案してるそうです。とにかく重要なことはいろいろと提案していくと。で提案してまずは知っていただくことが重要だと。で知っていただいた上で決めていただくっていうんですか、店側が一方的におすすめするのも良くないということで、まずはね提案紹介、お客様の方で選択していただきながらもっといいものをね提案していくような形、使わないのは分かっててもね提案していくことによってねお客様のね知識も豊富になっていくっていうんですか、
これは重要な活動だと言われておりました。中野無線お宝紹介、まあ、やっぱり中野無線さんです。西日本最古、先代のオーナー様は超有名なアマチュア無線家でしたからね、結構ねすごいお宝をお持ちだと。若店主、現役バリバリで頑張っております。日本橋でもね非常に若い部類のね店主です。若い方々ともね意外と交流されてるそうですからね、ライセンスフリーの無線でね来られる若い方も多いんでね、ぜひともね若店主とご相談いただければと思います。実際お宝なんですけどね、先ほど何気なく下に持っておられたと思うんですけどね、噂のね展示物となります。戦前のね QSL カード、先代の店主がね実際に更新してね交換した QSL カードっていうのをね大切に保管されてたと。戦前なんですよ。戦前のものをねしっかりとお持ちとなっておりました。でなくね写真撮らさせていただいたんですよ。もう今回ねちょっと尺の問題で詳しく紹介できないんですけどね、ちらっと見ていただければわかると思います。こんな形なんですよ。ちょっとくすんでるだけなんですけどね、よく見ていただくとねすごい情報がたくさんあります。まあこの辺の QSL カードもねちょっと指で差しております。ちょっと画面を大きくして見ていただければね、いろんな情報がね読み取れると思います。金井の QSL カードが、まあ、1935年前後、まさに戦前ですよね。その時代の QSL カードがたくさんあります。もうほんとねこの QSL カードがね店の奥側にね必要があればね見せてくれるような形でねひっそりと隠されております。実際この当時、私も噂でしか聞いたことないんですけどね、開局するのも非常に大変、電波っていうのは国家秘密の時代でしたからね、開局するのも大変で、設備の方もね基本は自分らで作らないといけないと。で、あとは更新の難易度ですよね。今ほどアマチュア無線化もいません。実際に更新するのもね結構苦労したんじゃないかなと思います。で、何を言いましてもねカード交換の手間もすごいっていうんですか、今でしたらねEQSL とかでしたらねものの数分でね届きますけどね、先ほどお見せした QSL カードレベルがむちゃむちゃ高いと、なかなか生で見れる機会っていうのはねほとんどないんじゃないかなと思います。そこの QSL カードよく見ていただいたら分かると思います。で、実際ねこちらの説明につきましてもね、送信機受信機がこの当時バラでしたからね、送信機はこうこうや、受信機はこうこうやと、でアンテナは出力はみたいな形でね、確かにかなりね略したような形で記載されてるんですけどね、非常に興味深い情報がねたくさんあったような感じです。この当時のね QSL カードの価値ってね今から考えるともう段違いっていうんですか、多分比べる必要もないぐらいね特別な価値があったと思います。今 QSL カードいるいらない問題がねよく騒がれてると思います。もう今更ながらの話なんですけどね、こういう戦前の QSL カードをね見ながら、まあその当時の価値が分かれば今こんだけ価値が落ちた原因も分かるっていうんですか、いらないっていう話がある前になぜ行ったのかっていう、その時代のね QSL カードをご紹介できればアマチュア無線の歴史っていうのがね少しずつ分かってくるんじゃないかなと思います。先代のオーナーさんの功績がね新聞にもなっております。このような形の新聞、詳しくはね概要欄に URL 貼り付けております。読みやすい形で編集されております。お時間ある方はねぜひともそちらの方も見ていただければと思います。一番重要なことはね、その中にも記載されておりました。物を売るより技術を売る。まあ重たい言葉ですよね。今となったらね、こういう言葉結構軽く使っている方々、私含めて多いと思うんですけどね。この当時はね、無線機なかったです。あっても不十分な無線機が多いんでね、売っただけでもね、QSO できないっていうんですか。やはり技術も売ってもらわないといけないと。まあやっぱり先代のオーナーっていうのはね、アマチュア無線創世期、戦前からアマチュア無線されている方がね、お店を立ち上げております。アマチュア無線のね先駆者、先代のね熱い思いを感じることができる、まあ、これはね実際にホームページを見ていただいて機会があるようでしたらね、この QSL カード見せてほしいってねお願いすればね多分見せてくれると思うんでね、ぜひとも見ていただければ、先代のね熱い思いっていうのがね伝わってくるんじゃないかなと思います。まとめの方させていただきます。まあバックの方ではね、地下鉄難波駅からの道中というのをね流させていただきます。西日本最古のアマチュア無線ショップ中野無線さんを今回紹介させていただきました。ここではねちょっと言えないんですけどね、来店者の層も非常に厚いと噂ではね聞いてはいるんですけどね、すごい方々がねこのお店に来て巣立っていったような形っていうんですか、実際に西日本関係のアマチュア無線家の主な方々はねこのお店を通りながらねアマチュア無線の世界に羽ばたいていったような形でね、来店者の層もね熱いと。でお宝トークも多数ありやと、
当然こんだけ長い間お見せしております。まあ本当にね、インターネットで言えないようなねお話たくさん聞かせてくれるかもしれませんのでね、ぜひとも機会があるようでしたらね、中野無線さん遊びに行っていただければと思います。先代から言われてるそうなんですけどね、アマチュア無線っていうのは長いお付き合いが重要だと。であとはね、アマチュア無線業界の現状をね正しくお客さんに説明していくことが重要だと。当然戦前とね今全然中身違うと思います。まあそれでも戦前があったからね今があるような形、一通りの話はね時間があるようでしたらねしていただけると思いますからね。まあ昔のアマチュア無線、今のアマチュア無線含めてね比較することによってね理解度が深まってくると思います。まあお時間あの時来店すればね、いろんなお話がねきっと聞けるんじゃないかなと思います。若店主のね知識力とか説得力はやっぱ半端じゃないですよね。やはり長年されているねショップです。客層も奥深いんでね、いろんな方が来られます。まあその辺はね相手に合わせていろいろと内容はね当然変えられてくると思うので、まあ逆に言いましたらね、わからないことがあれば質問の方をね積極的にしていただければ非常にいいねご提案していただけるんじゃないかなと思います。じっくりね会話しながら納得してね購入することをね私自身はねお勧めしたいなと思います。まあ当然ね電話での相談 OK です。通信販売も OK ですからね、来店難しい方または来店する前に聞きたいことがありましたらね、ぜひとも電話、通信販売、メール等でね連絡していただければと思います。ぜひともね中野無線来られた時には日本橋ハムショップたくさんあります。電子部品店とかねオタク関係のショップもたくさんありますからね、ぜひともねお立ち寄りいただければと思います。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。